S, S ゾピクロンは、シクロピロロン系の睡眠障害改善剤であり、ヒベンゾジアゼピン系の腸、短時間作用型睡眠薬として知られている。日本では2012年より、ルネスタが販売されている。ラセみたいであるゾピクロンを高額分割して得られた S 体でガバー受容体に作用することで、催眠作用などを有する。ヨーロッパでは、ゾピクロンに似すぎていると判断され、販売されていない。 2014年にはアメリカ食品医薬品局は翌日への持ち越し効果による自動車の運転に対する機能障害から推奨開始使用量を 1mg とした。ゾピクロンよりも使用量が少ないため軽減されているが代謝産物が苦味を持つため長時間組みを感じることがある。連用により依存症、急激な量の減少により離脱症状を生じることがある。 薬規法における、習慣性医薬品である。ゾピクロンとは異なり、麻薬及び、抗精神薬取締法における、抗精神薬に指定されない。大日本住友製薬の、アメリカ合衆国法人の子会社である、サノビオンファーマシューティカルズが創薬した。脱セみたいであるゾピクロンの引く、共異性体であり、ゾピクロン同様、ガバー受容体に作用し効果を示す。 日本では2007年からエーザイが、2011年には、厚生労働省薬事、食品衛生審議会より承認されている。2012年4月18日、エーザイより、ルネスタ状として、1mg、2mg、3mg が発売された。2021年2月15日に、高発医薬品が承認され、6月に、薬価追補修祭、発売される。 カバー需要体複合体に対する結合親和性は S ゾピクロンが 220L、ゾピクロンが 4020L。また CL チャンネルに対する結合親和性は S ゾピクロンが 10L、ゾピクロンが 250L で、いずれもゾピクロン結合親和性の本体は S ゾピクロンである。ラセミ混合物であるゾピクロンを光学分割して得られた S 体が S ゾピクロンである。 日本では2017年3月に、重大な副作用の項に、連用により依存症を生じることがあるので、容量と使用期間に注意し慎重に投与し、急激な量の減少によって、離脱症状が生じるため徐々に減量する旨が、追加され、厚生労働省よりこのことの周知徹底のため、関係機関に通達がなされた。アメリカ食品医薬品局は2014年5月15日付の、 通知で S ゾピクロンの推奨開始用量を1ラムに変更した。翌日への持ち越し効果として自動車の運転や記憶に関わる機能障害が生じる可能性が確認されたためとしている。代謝産物が苦味を持つため口の中を通り抜けた後も苦味を感じるがゾピクロンよりも使用量が少ないためその苦味は弱くなる。苦味は添付文書及びインタビューフォームには 未確異常と記載されている。ありがとうございます。